秘密基地モタハの秘密基地動画をご覧に皆さん、こんにちは、モタハですスーパー戦隊私立第46作品目、アバトロー戦隊ドンブラザーズのおもちゃを買ってきたお全国のガンゲロウ、集結せよどうぞ最後まで見てください。この動画は、がは、購入報告とご挨拶の動画になります。 改めて僕は、このアバタロー戦隊ドンブラザーズから遡ること10作品前の作品ですね。特命戦隊ゴーバスターズからレビューを始めたので、なんとオタファーガングレビュー10年目になります <laughs> と。というわけでね、まあ10年経つということで、またこの1年間もね、どうぞよろしくお願いします。さあ、これね、順次レビューしていきます。何がここにあるかね、じっくりこの11個のおもちゃ見ていきましょう。 まずは、これかなチェンジヒーローズ。まあ、このヒーローたちのフィギュアですね。これは少し前に一足先にドン・モモタロが発売されましたね。サル・ブラザー。サル・ブラザー・ブルーです。これちょっとずつ覚えていくのがいいよね。ちょっとね、こうムキムキになってて、ふわふわして。ちょっと、あの、なんていうのかな、こう特徴がね、ありますね。一人一人ね。サル・ブラザー。犬・ブラザー。犬・ブラザーコミカルで可愛らしいですね。 こんなヒーロー今まで見たことないっていうところが、今回のドンブラザー、面白そう。ドンブラザーズか。うん、あと武器もそれぞれついてますね。お次、鬼シスター。 あの、なんだっけ、あの、発表会ありましたよね。今度こういう番組を始めますっていうね。そういう発表の場があって。鬼シスターの、あの、女の子。あの、元気良さそうでね。あの、いいなと思いましたね。鬼シスターです。イエロー。あー鬼に金棒といった感じでね。武器がついてます。そして、キジブラザー。46作品目の中で初、男性がピンクを担当するということでね。一見こう見えて、まだ、 ここに足があります。あの、ひょろっと長いんだよね。あ男性がピンクのキャラクターですね。足長いです。ポーズチェンジしてますね。うん。といった感じで、ちょっとしたこうギミックが入っているチェンジヒーローズのフィギュアですね。で、さらにもう一つ。じゃんゼンカイザーブラックああ、あの、この間ね、終わったゼンカイザーの どう、どういう世界観なんだろうなと思って、まだ全然わかんないけどさ、全開、全開ザー出るんだよね。全開ザーブラック。うーん、早く本編が見たい。<laughs> といった感じでね、えー、えー、チェンジヒーローズはまず5個発売されて、さらに、ジョンもう2つあります。ちょっとデラックスっぽいやつ。ちょっとデラックスっぽいやつがありますね。ジョー これはね、ナンバリングがあります。アル,アルターモード01、02となってて、チェンジヒーローズ、ドン・モモタロー・アルター。ああ。これ今までで言うとカテゴリー的にはロボじゃないんだけど、なんかちょっとこうロボっぽいよね。デラックス、 何ガング野郎的にさ、我々的に言うと、デラックストイじゃないんだけど、うん、なんかちょっとしたロボットになってんだよね。このチェンジヒーローズジョイントっていうのがあって、それで、こう、いろいろとね、連動遊びができます。それからこれは、こう、桃のようなね、姿に変形できると。うん。でね、えー、さっきのやつと合体します。ちょっと先になると思うんだけど、ジュウオージャーアルターと合体とか。 今までの、全開ジャーのね、チェンジヒーローズたちとも連動遊びというか、組み替えて遊ぶことができるのかなという感じですね。で、これ、特急ジャーアルタ。はあ。これは列車戦隊特急ジャーのレッド列車を彷彿とさせますね。特急ジャーアルタ。うん、今年はこれが鍵になるというかね、うん。これがコレクションアイテムになるのかなという感じですね。これさっきのやつと合体するのね。はあ。 これなんか世界観がさ、今までの歴代のヒーローたちのこう、力を使えるような。うん。前回じゃちょっとこう、世界観が繋がっているなという感じがしますね。まあ、それが力なのか、アバターだから、まあ、本当に力を借りるような感じだね。この、このスタイルで来るっていうのが、すごい衝撃だね。どんな合体パターンなのか、すごい楽しみです。ここまでがチェンジヒーローズですね。さあ、どれからいこうまずこれからいこうか。 あ今回一番の目玉というかね、一番大きなアイテムになりますね。デラックス、ドン・ブラスター。あーこれでね、アバタロ・ギアで、アバター・チェンジ。あーアバタロ・ギアシリーズ。さっきもありましたね、特急じゃないやつね。今回は全カイジャーとドン・モモタロウ。これまた、た、うん、いいデザインですね。結構ポップで、うん。明るいカラーリングになってますね。おなるほど。スマホで動画をチェック。 説明書は入ってないということですね。お先輩たちの、先輩選手の変身音が発動。いいね。これパッと見た感じ、豪快じゃーからの作品がバーッと出てるね。あー、なるほど。もう大先輩たちになってるんだね。なんか、あんまこういうこと言いたくないんだけど、つい最近にか、<laughs> つい最近に感じるんだよなああー、といった感じですね。スマホで動画をチェックというわけでね。 お動画推しですね。すべてのギアを読み込み、100種類以上のサウンドもあるんだ。うん、動画でチェックといった感じですね。おやべえ、めちゃくちゃ楽しみだな。これでね、いや、遊び倒すぞ。<laughs> どんな感じか非常に楽しみです。さあ、次は、えー、これはバックルですね。ドンブラバックル。パッと見た感じ、あの、前回の、あの、全ザーが身につけていたバックルと非常に似ていますね。 まあこれ多分世界観がつながってるからだと思うんだけど、あこれも楽しみというか、うん。で、なんて言ってもこれ、アバタローギアがね、4個付属していると、この初期メンバーの、えっ、ー、と、あの、ドン・モモタロ以外のね、うん、猿からキジまで、うん、これついてんの、いやー、これはさ、やっぱ欲しくなっちゃうよね。やっぱアバタロー、あの、なんだっけ、アバタローギア、うん、欲しくなるもんなー なるほど。早く本編が。とにかく見たいですね。あ、それぞれの特徴書いてありますね。ムッキムキとか、鬼に金棒。ワンダフル。トリッキー。犬猿ュ記事に鬼だもんね、うん。なるほど。まあ、遊び方は、まあ、まあ、いつもの感じですね。ああ、なるほど。これも楽しみだな。さあ、さあ、そしてこれが最後になりますね。アバタローギアセット。 まさっきも言ったけど、これがキーアイテムになるんだよね。去年の。あれと同じで。うーん。今年はこういう感じなんだね。パッと見た感じ、クリア素材になってて、こうキラキラなシールが貼ってあるという感じですね。あとは、あの先輩たちですね。なるほど。これが01ですね。まあ、あのドンブラスターと連動して、アルターチェンジとかね。うんまあ、一通りのこうギミックが楽しめるというやつです。5枚入ってますね。これが01。 で、これはツーですね。ああ。真ん中にあるのがドン全ンかよだね。うん。それから先輩たち。といった感じですね。なるほど。あの、おもちゃは以上。というわけで、今回のアバタロー戦隊ドンブラザーズのおもちゃを買ってきたという、えー、ご挨拶の動画、いかがだったでしょうか順次レビューしていきます。多分一つ一つという感じじゃなくて、例えばなんだけど、チェンジヒーローズは多分一気にレビューすると思います。 まあこれも二つ同時にレビューするかな。うん、これは、これは一つでレビューしたりとか。ああ、なんか何本、何個かのね、おもちゃをまとめて、こう一気にやっていきたいなと思います。さっきも言ったんだけど改めて、僕はね、もう10年経ちます <laughs>。もう、まあこれからもね、変わらずにやっていきたいと思うんで、一緒にこれを見てるあなたと一緒におもちゃをね、おもちゃや新しい戦隊のね、ヒーローたちの活躍、劇中のその、 もうね、早く、早く見たい。うん。とっても楽しみにしています。どうぞ僕のレビュー動画も楽しみにしていてください。今回の動画、面白かったら楽しかった。レビューが早く見たいオタファのレビューが、あ、俺は好きだなという方、チャンネル登録と、あ、追加評価、どうぞよろしくお願いします。あとはね、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。今年1年間も、どうぞよろしくお願いします。それでは次のレビュー動画でお会いいたしましょう。おどろでしょう